スティーブ・モーズはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ギタリスト。ディキシード・ドレッグスや自ら率いたスティーブ・モーズバンドの活動で知られ、1994年からディープ・パープルのギタリストを務めている。ディキシード・ドレッグス時代をハイオハヨ州ハミルトン生まれ。家族と共にテネシー州に引っ越す。高校時代に最初のバンド、ディキシー・グリッドを結成。 その後フロリダ州、マイアミ音楽大学にてクラシックとジャズギターを学ぶ。学友には、パッド・メセニー、ブルース・ホー・ンズ・ビー、ジャコ・パストリアスがいた。クラスメイトと共に1974年、ジャズ・ロック・バンド、ディキシード・ドレッグスを結成。1975年、自主制作アルバム、グレート・スペクタキュラーを発表し、キャプリコンレコードから1978年にアルバム、 フリーフォールを発売する。バンド名は一時的にドレックスに改名していた。同バンドは1982年のアルバムインダストリースタンダードを最後に活動を休止。1984年にスティーブ・モーズ・バンドを結成しトリオバンドのライブ活動を開始する。同年エレクトラレコードと契約してアルバム クルーズミサイルを発表するも、エレクトラは商業的なアルバムをリクエストし、1985年の2作目、スタンドアップは、ボーカリストや、ピーター・フランプトン、エリック・ジョンソン、アルバート・リーを迎えてレコーディングしている。1985年には、スティーブ・ウォルシュのカンサスの再結成に参加し、アルバムを制作した。なお、1987年頃、ツアーとレコーディングを繰り返す。 音楽産業の生活に飽きたモーズは、音楽業界から一旦離れ、定期航空便のプロパイロットとして生活していた。再び音楽業界に復帰して、MCA レコードから1989年に、初のソロアルバム、ハイテンションワイヤーズをリリースし、ついで、デーブ・ラ・ルー、バン、ロメインと共に、スティーブ・モーズバンドを再結成。1991年には、新生。 スティーブ・モーズ・バンドのアルバム、サザン・スティールを発表した。1992年には、ディキシードレッグスを再結成して、ライブ活動を行い、同年、スティーブ・モーズ・バンドのアルバム、コースト・トゥ・コーストとディキシードレッグスの、ライブアルバム、ブリング・エム・バック・アライブがリリースされた。1994年、リッチ・ーブラック・モアが脱退後、ディープ・パープルからの勧誘を受けて加入。 ワールドツアーの後、1996年の紫の証から現在まで全てのアルバムをメンバーと共作している。また、スティーブ・モーズバンド、ディキシードレックスでの活動も並行している。2003年にはディープパープルの人脈関係にあるボブ・ディズリーのグループ、リビング・ラウドに参加。2006年には、イアン・ギランのアルバム、ギランズ・インで、 Google Dolls のジョン・レズニックと共演している。2011年、マイク・ポートノイ、デーブ・ラ・ルー、ケイシー・マック・ファーソン、ニール・モーズと組んだ、プログレッシブロックのスーパーグループ、フライング・カラーズを結成した。ソロプレイにおいては、強力なオルタネート・ピッキングとクロマティック・スケールを駆使した、繊細でいて、アタック感の強いフレーズが特徴。アーティフィシャル・ハーモニクスも多用する。また、 反復するフレーズを連続させながら、フレーズを構築していく、シーケンサーフレーズを多用し、彼のトレードマーク的なものとなっている。レコーディングでは、ギターの多重録音を多用している。クリーントーンに歪んだトーンを重ねたり、さらに、ギターシンセサイザーの音色を加えると、分厚い音色を創出している。ギターのスイッチの頻繁な切り替えによっても、幅広い音色を得ているところも、 彼の特徴である。ピッキングスタイルは極端な逆アングルに構え、親指と人差し指でつまんで持つ。カントリーを演奏する際は中指と薬指も使う。ピックアップセレクトは主に低音域で、リア、高音域でフロントに切り替えるようにしている。低音はあまり太くしたくないし、高音は耳障りにならないようにしているとのこと。この他にも、 かつてはバスカリーノ製エレクトリックアコースティックギタースターライトを使用していた。現在製作者のジョン・バスカリーノはこのモデルの生産を止めアーチトップジャズギターを主に製作しているが、もともとスターライト自体はスティーブからのオーダーによって作られたギターである。ディキシードレックスとも関わりを持つ人物もいる。ありがとうございます。